異性勇者よ、我の本来の目的は何だ？魔王を倒すこと？そうだ。そのために勇者になろうというのに、偽称号のせいで寄り道しすぎた。道草上等の優等生とはいえ、何が言いたいの？つまりだ。飽きた。え？何をやっても心が開かん。やはり、心を開くなどという超絶不良行為は、優等生の我には無理だ！無理！すごい根気のなさ。まだ目玉焼きを食べただけにもかかわらず、さすが悪魔。やっぱり無理なのかな、悪魔の心を開くなんて。はぁ、めげてきちゃった。ご、ごきげんよう。ご気分はいかが？ベリルの子分どもか。何用だ？ちょっと待って、傷だらけじゃないか。その傷どうしたの？お姉様が通学路のゴミ拾い中に補導されてしまいましたの。あれはおそらく悪名高き PTA だと。そう、 PTA、 パーフェクトターミネントエージェント。教育委員会が雇った資格に間違いありませんわ。パーフェクトターミネートエージェント？とてもお強い方たちですの。ひとたび不良生徒に目をつけたら最後、補導して体罰による調教が。大丈夫？想像したら、めまいが。お姉様が心配ですわ。で、お前たちなぜ我の元に来た？まさかこの我がその教育委員会とやらに告げ口したとでも思っているのか？いえ、違いますわ。お姉様は常々おっしゃってました。もしも自分に何かあったら魔王さんのところに行けと。お願い、お姉様を助けて差し上げて。あなたが本当に宿敵と書いて友と呼ぶライバルなら、我がベリルを助ける。何の寝言だ。一つ、悪魔は助けを求める者の手を払いのけるべし。傷の手当てもせずにお前たちを見捨てるのが悪の優等生の道というもの。そうだな、我が子分よ。違うよ。それじゃ本物の勇者の力なんて永遠に手に入らない。うん、一つ、勇者は助けを求める人に手を差し伸べること。優しさと正義が勇者に力を与えるんだ。それがわからないなら魔王を倒すなんて一生かかっても無理だよ。我に説教か。親父にも説教されたことないというのに。名前聞いてごめんなさい。でも大切な友達なんでしょ？我に友達などいない、不要だ。でもほら、超勇者様も言ってるよ。一つ、勇者は仲間を大切に。一つ、悪魔は孤独を大切にするべし。もしかして超勇者八つの誓いをことごとく悪魔風にアレンジしてます？超勇者など知らぬ。これは我が考案した悪魔の誓いだ。我は魔界の後継者だぞ。ここにそびえる悪の美学、友情など必要ない。さすが坊ちゃま、ご立派に成長なされました。申し分のない冷血感でございますぞ。それに坊ちゃま、不良生徒にかまけている場合ではありませんぞ。本日は学園一の優等生を決める日。坊ちゃまが一号生の筆頭となられる大切な一日なのですから。筆頭？そうか、今日だったか。はい、本日は生徒会選挙の開催日。この魔立邪悪学園が一年で最も騒がしくなる日でございます。第3話、1号生筆頭。
生徒会選挙、マリツ邪悪学園を代表する名物イベントとして年に一度催されるバトルロイヤルである。学園の各施設で繰り広げられる戦いは、拳と拳、剣と剣、魔法と魔法との激しい衝突で、時には行方不明者を出すほど。だが、バトルを最後まで勝ち抜いた者は晴れて筆頭を名乗ることが許され、学年のリーダーとして君臨することができる。ここで筆頭となった者は、少なくとも魔人クラスに出世している現状を見ると、優等生には無視できぬ肩書きであろう。悪魔の選挙って激しいですね。本当に生徒会選挙を優先されるのですね。やはり所詮は優等生、頼るなんて無茶でしたのよ、アスカさん。でも京子さん、もしかしたらって思いません？お姉様が信じていらっしゃるんですもの。血もな、生でライバルの友情を見られると期待したのが間違いでしたわ。血も涙もない、期待したのが間違い。そんなもの優等生には褒め言葉だ。さあ、我らは他の立候補の一号生でも締めに行くとするか。そんな、お願いだよ、彼女たちを助けてあげて。筆頭なんてどうでもいいじゃないか、そんなのただの肩書きだろ。ほほ、知らなかった。いつの間にやら子分が我に意見できるようになっていたとはな。それに肩書きにこだわっているのはお前も一緒なんじゃないのか、偽勇者よ。それは。子分は黙って主人の言いなりになればいい。お前は我の言葉だけに従えばよいのだ。